しぶりです。はい。バベル楽器販売部。はい。はい。1ヶ月ぐらい。そのぐらいですかね。何やってたんだっていう。でおかげさまで登録者地味に増えて。増えてないですよ。月に1人ぐらい増えるという。今日かなり珍しい。あ、そうです。楽器はい。初の委託販売の楽器が、2本。それから、ね、ベースが初めて加わりました、ね、はい、今日ベースです、うん、早速いきますか、はい、はい、どうぞ、こっちがですね、それはもう、そうです、こちら、はい、キラーですね、はい、キラー、懐かしいですね、KB クモービーっていうの、カタカナだとクモービーとかって書いてあるんですよ、うん、名前がクモービーですか、うん、クモービー、実は、ディル・アン・グレイの、トシヤモデルのボディシェイプ、はいはい、シグネチャーってやつですか、うん、じゃないです、じゃないです、KB バルチャーっていうのかな、これのコストパフォーマンスモデル、あ、だ、多分これの、本人が使ってるやつはもっと、なるほど、当然だけどすごくいいやつなんだと思うんだよね、高くっていい木使ってね、それのだからボディシェイプが一緒で、すごいお求めやすい価格で販売したじゃないの、 iPhone SE みたいな、そうそうそう、やつですね、うん、でね、ちょっと調べたら新品でもまだ売ってて、はい、6万円台で売ってるんですよ、これ、あ、そこそこするじゃないですか、そう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 、なんだけど、なんかオークションとかで見ると、はい、あんまり値段がね、あ、そうですか、つかないんですよ、なんでかわかんないけど、でも形はいいですけどね、変形すぎない、まあ好みの分かれるところかな、どうなんだろうね、好きな人は好きなんでしょう、あんまり V っぽくないですけど、出ますか、出ます出ます、あ、いっぱいありますね。いっぱいあります。あ、いいじゃないですか。めちゃくちゃ弾きやすい気がするんですけど。24。ああ、なるほどね。1弦24。そのままでいくとオクターブが出るんだ。いいの。ね。そうですね。オクターブが出るんだ。ってことは何？あ、いいじゃない。いいじゃないですか。そうか、ギターの頭だから。すごいじゃん。ってことですね。うん。でね、このコントローラーなんだけど、はい、フロント、それから、バランサー、こっちとこっちをどのぐらいのバランスで出すか。うん。で、なんかちょっとカチッって感じ。だから真ん中があるんですよ。あ、で、リア。いや、多分リアかな、こっちリアじゃないかな。そんなことないな。どっちがどっちなの？なんかフロントっぽい。フロントっぽい気がしますね。これがリア。リアですか。ああ。まあ、場所から考えたらそうか。まあ、そういうことですか。ね、フロントでバランサーでリアで、これがマスタートーンだって。ああ、じゃあこれスラップするときとかこれをなんか下げますもん。そうなの。なんかスラップするとき、トーン下げるとそれっぽく聞こえる。ああ、そうなんだ。ベースのことよくわかんないんで。自分もほぼ知らないです。バランサー。はいはいはい。でね、ちょっとね、はい、バランサーのところにね。ほんのちょっと害があるんですよ。わかる？ああ、かさってね、はい、うん。そうそう、でもね、これお安く提供するんでね、あんまりいじんないで、このまま出そうかなって。外してね、バラして、まあね、うん、洗浄してとかってやってると。高くなっちゃう。そうなんですよ。おいくら？これ、もう値段決めてあります。14,800円。安い。で、新品のソフトケースをお付けしますんで、じゃあもう買ったら持って帰れるんですか。そうです、買って持って帰れますんで、全然色もツヤ消しってやつですか。ツヤ消し黒みたいな感じね、
いいですね、うん、これちょっと調整してる時に音出してたんだけど、これなんか別に普通にいい音してるし、なんか、うん、ガチッていう音がしますね、ちょっと、うん、なんかピック使う？使いやすそうな、うん、すごくなんだろう、バランスの取れた楽器だと思う。弾けない。でもここら辺で弾いたりしますよね、ベーシスト。下に上。ジョーさん、ベース弾けますか？指をね、怪我をしてしまってね。っていうのもあるんだけどね。まあ、弾けます、ね。なんかロックバンドでもいけるし、ちょっとそのおしゃれな感じのバンドでもしっかりでそうな音ですよね。もうだから形が気に入れば。そうですね、うん、これ長野の人なんだって。このトシヤさん。あ、じゃあ同郷です。そうっす。シロさん、噂やると…オーディションベースで…ベース落ちてるこれ流せないな。そうですか。うん、全然いいっす。パワーもあるし。てるわけではないんだけど、ね、まあ、そうですね、ただ単純にね、普通のセッティングをね、はい、したんだけど、出ちゃうから、これがいいかもしれない。はい、はい、こんな感じです。はい、14,800円。14,800円です。はい、はい、ぜひぜひお買い求めください。激安ですね。激安ですね。はい、お待ちしてます。はい、試奏できますから。そうです ね連絡ください。はい、相当弾きやすいです。はい。